勇者の仲間たち、その希望の炎の輝きは今も消えてはいない。たとえロトゼタシアが闇に包まれても、全てが終わったわけではない。まだ希望はある。目覚めおった。勇者様がお目覚めじゃ。一時はエラ皮膚ともに呼吸停止、ピクリとも動かんかったというに、まさに奇跡、女王様に報告じゃ。勇者がお目覚めになったのね。こうしてはいられない。時は満ちましたわ。陛下。大丈夫よ。私にはまだやることがある。それまでは。あら、おはよう。その姿とってもお似合いよ。いつにも増して可愛らしいわ。傷はだいぶ癒えたようですね。王国の民があなたを運んできた時にはナンパ船みたいにボロボロだったのですよ。魔王はあなたを死んだものと思っていました。私は魔王の目を欺くためにあなたを魚の姿に変えていたのです。あれからもう数ヶ月になるかしら。私の魔法で魚の姿になったあなたは今までこんこんと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えればやがて人間の姿に戻れるでしょう。それまで無理は禁物ですよ。これであなたも釣られるお魚の気持ちがわかるかもですね。聞きたいことがたくさんある。そんな顔をしていますね。あなたが挑んだあの戦いのこと、共に戦ったお仲間のこと、私は全てを見ていました。全てを受け入れる覚悟ができたら私についてきなさい。
人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは森人の海、海底の王たる者だけが立ち入ることを許された海。これは王家に伝わる千里の真珠。川や湖、一滴の朝露、あらゆる水に魂を乗せて地上の様子を見ることができる秘宝です。地上にこっそり雨を降らせました。今ならこの雨を通じて世界を見ることができるでしょう。さあ、準備はいいですか？今世界はどうなっているのか、千里の真珠に触れるのです。これが今のロトゼタシアの姿。あなたが魔王ウルノーガに挑んだあの日、世界は死んだのです。熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、水を干上がらせた。空からは燃え盛る大岩が降り注ぎ、山脈を崩し大地を砕いた。魔王ウルノーガは多くの命を一瞬にして奪い去ったのです。絶望が新たに生み出すものは悲しみだけ。私は全てを見ていました。しかしどうすることもできなかった。もう帰る家もねえ、家族もいねえ。だけど命がまだあるじゃねえか。それなら歩け、歩き続けろ。そうよ、英雄についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。あそこなら私たちを守り助けてくださるわ。諦めるな。英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何かが変わる。絶望してはいけない、生きるんだ。歩け、歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦がある。絶望の中にも
希望は残っています。この世界のどこかに彼のような希望の炎をいくつか感じます。しかしその炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては。それは他でもないあなたの役目。世界の意志たる命の大樹は地に落ちました。そして今世界を滑るのは悪しき天空魔城に住まう魔王ウルノーガ。魔王は命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、この世のすべての命を摘み取り悪しき力に変えようとしているのです。あれをご覧なさい。あれは私たち海底の民の命を狙う魔王ウルノーガの手のものです。海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺き難を逃れてきましたけれど、それももう限界です。魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。間もなく結界は砕け、海底王国は魔物に飲み込まれることでしょう。もうあまり時間がありません。王国へ戻りましょう。不思議な人、あれほどの世界の惨状を目にしても、その瞳に浮かぶ光は消えてはいませんね。これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。しかしその災いを幾度となく打ち砕き、多くの命を奪ったあの破滅の最中にいながらも、あなたはこうして生きています。そう、それは未だあなたが魔王と戦う運命の中にあると、大樹が告げているのやもしれません。勇者よ、世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に、歩むべき正しい道が示されるでしょう。すべては大樹の導きの。見ろ、結界が。ウルノーガはせっかちなのね。別れの言葉も言わせてくれないなんて。前を向きなさい。振り返ってはなりません。勇者とは。勇者とは最後まで決して
諦めない者のことです。海底王国の民どもへ、その命魔王様のためもらい受ける。でかいぞ。まさか伝説の人食い王マグロか。負けねえぞ。俺は海の男アラーニ。やったやったぞ。こりゃ大物だ。世界が破滅したって言ったって生きてりゃいいことがあるってもんよ。人？おい、あーちゃん、どっから乗ってきやがった。いくら腹が減ったって魚の餌を横取りするやつがあるかよ。一体何があったってんだ。おい、あんちゃん、泣いてんのかい？何が何だかわからんが、深いわけがあるみてえだな。よし！困ってるやつは放っておかねえ。それが海の男ってもんだ。あんちゃん、ひとまず俺の小屋に来て、一晩休んでいけよ。こんなご時世だ。安全な場所はどこにもねえ。けどな、あそこなら、最後の砦なら、力になってくれるかもしれねえぜ。あそこには英雄がいる。俺たちの希望だ。さあ、そうと決まれば、さっさと出航だ。あんちゃん、しっかり捕まってろよ。こっから先は海が荒れるぞ。お目覚めかい。しかし嫌になるよな。もう朝だってのに、まるで夜みてえに真っ暗だ。なんだよ、あんちゃん、知らねえのかい。あそこを見てみなよ。あの不気味な闇は、おっかねえ爆発が起きた日にネルカダールっつう国の城から突然湧いて出たって話でな。それ以来、あの闇が空を覆っちまって、この大陸に住む俺たちは、お天道さんの顔を見ていないってわけよ。まずい！隠れろ！あ
危ねえ危ねえ。奴らはな、闇と一緒に城からを湧いて出た得体の知れねえ魔物どもだ。ちっ、奴らめ、腹をすかしてこんなところまで出てきやがったか。いつまでもここに隠れてるわけにいかねえな。面倒見てやりたかったが、この小屋で食料を調達すんのが俺の仕事でな。悪いがここを離れられん。だがな、アンちゃんは一刻も早くもっと安全な最後の砦に行った方がいい。あそこには俺たちの希望、英雄がいるからな。アンちゃんを守ってくれるはずだ。ここから西に行くと医師の大滝がある。最後の砦はそこを抜ければすぐだ。気をつけて、また会おうな、アンちゃん。ルキ、もうどこに行ってたの？あなたなのね。私よ、幼なじみのエマよ。おかえり、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私そうだね、ルッキー、こんなに嬉しいのに泣いていたらダメだよね。本当にお帰りなさい。私たちの村、ずいぶん変わってしまったでしょ。あなたがお城に旅立ってすぐにホメロスという名の将軍がやってきたの。血の通わない冷たい目をしたホメロスは、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれ、お城に閉じ込められたけれど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちを傷つけなかったし。ごめんごめん、長旅で疲れているもんね。おしゃべりは後、まずは体を休めなきゃ。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。さあ、私についてきて。さあみんな、ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。
いたいた、おばさま、大ニュース、大ニュースよ。あら、エマちゃんじゃない。そんなに慌ててどうしたんだい？驚かないでね、おばさま。ほら、あそこを見て。まさか、あんたは。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきり。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸中にあふれ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。彼は身分も国も関係なく、困った人をみんな助けてくれてね。私らを魔物から守りながら、この村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。それになんと、あのデルカダーローもいらしてるんだよ。あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。でもね、人を恨んだって仕方ない。まあすぐにとは言わないけど、あんたは王様に会いに行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。デルカダール王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。行っといで。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。であったか。わしは長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日からわしの所業は聞いた。何も思い出せぬが、民にもそなたにも本当に申し訳ないことをした。許してくれとは言わん。この業は民たちを守ることで返していくつもりだ。そなたは大樹での出来事を覚えておるか。そうか、わしは何も思い出せぬのだ。ただわしに取り付いていた何者かが抜けていったような。そして気を失い目が覚めた時にはこの砦に運ばれた後であったの。一つだけ聞かせてくれ。我が娘マルティナは生きておるか。そうか。報告いたします。英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を救い出したようです。さて、我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことやもしれぬが、そなたもあやつを出迎えてやってくれ。
生きていたのか。よくぞ戻ったな、グレイグ。して成果は？デルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。おいよ、民たちを安全な場所へ。皆聞け、じき魔物どもが来る。戦いに備えよ。かがり火をたけ。悪く思わないでくれ。グレーグほどの男でも未だこれまでのことを整理できておらん。近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。今夜の戦いをしのげば勝機は我らにある。準備を整え、砦の外に向かうのじゃ。頼んだぞ。新入り、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。やるじゃねえか。腕っぷしは確か運もあるか。うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれよ。よし、着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうな。てっ、構う余裕はない。来るぞ。
その体験、その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。えはははは。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。えはははは。お前たち何をボケっとしている。グレイグを殺せ。かかれ。勝利を我らに。グレイグ様、王がお呼びです。あなたも共に。分かった。すぐに行く。